デイビッド・マーティン・ドイド・ジョーンズは20世紀のプロテスタントに大きな影響を与えた改革派系福音派陣営の牧師である。ほぼ30年の間ロンドン、ウェストミンスター・チャペルの牧師であった。彼はウェールズとイングランドの多くの教派が受け入れたリベラル神学が非正所的であるとして強く反対した。そして真理と古礼によらない一致はないとしてエキュメニカル運動からの分離を訴え、 特にエキュメニカル派のイングランド国教会から、福音的なクリスチャンが出てくるように呼びかけた。20世紀最大の説教者とも呼ばれ、公開説教で有名であり、福音派では、金華玉城のように読まれているが、伝道者としてのロイド・ジョンズも注目されるようになった。ロイド・ジョーンズと転写されることもあるが、近年の日本語訳は、ほとんどがロイド・ジョンズを用いており、著書の翻訳で、 ロイド・ジョーンズと表記された例はない。以下でも、ロイド・ジョーンズを用いる。ロイド・ジョーンズは、ウェールズのカーディフに生まれ、ウェールズメソジストリバイバルの地、スランゲーソーで育った。彼は1914年から1916年、ロンドンのグラマースクールに通い、またセイバー・ソロミュー病院の医学生となった。1921年から、ージー・トーマス・ホーダー卿の助手として働き始めた。 二年の間、説教者としての証明に格闘した後、牧師として招聘され、ウェールズに帰郷した。ウェストミンスターチャペル十年の間ウェールズで巻き返した後、1939年に、ウェストミンスターチャペルのキャンベル・モルガンに、共同牧師者として招かれ、ロンドンに戻った。彼が公式に牧師として認じられる日に、ヨーロッパで戦争が勃発した。同年、 イギリス連合王国のキリスト社学生会、IVF の総裁となった。モルガンは1943年に引退した。ロイド・ジョンズはその公開説教で知られる。彼が説教をする手術長の礼拝は約1500人、幽霊拝は約2000人が出席した。金曜日の聖書研究も同じスタイルだった。彼は聖書の一章の公開に何ヶ月あるいは何年もかけた。 1> 約1時間の説教は、ロンドンの大学から多くの大学生を引き寄せた。説教は筆記されて、ウェストミンスターレコードが週に一度印刷され、熱心に読まれた。1966年にロイド・ジョーンズは、福音同盟の会議において、すべての福音的な牧師たちに、リベラルと福音主義の混合した教派を離れ、福音派を形成するように呼びかけた。 そのためキリスト教会の出版物で論争が起こった。アングリカン内の福音派指導者、ジョン・ストットはこれに反対し、ストットらはアングリカンに残留することになった。この時離脱は起こらなかったが2009年に入ってから、リベラルなカナダ聖公会と米国聖公会から分離して、北米聖公会が形成された。ロイド・ジョンズは1968年、ウェストミンスター・チャペルの巻き替えから退いた。 彼は、聖霊による喜びを十分に知らなかったために、神がそれ以上説教するのを止められたと語った。彼は一生、説教の出版、他の牧師への助言、手紙への返事、会議への出席に集中した。彼の最も有名な説教集は、1970年に第一巻が出版されたローマ教会への手紙である。彼はイングランドで長く生活し、 主の働き人として使えたが、ウェールズの執事を誇りに思っていた。彼は、ウェールズ福音主義運動の説教者であり、英語とウェールズ語で説教した。彼が天に召された後、運動は、英語とウェールズ語で書かれた説教と論文を出版した。1980年6月8日のバプテスト教会の講談が最後の説教となった。1981年3月1日、 働きを終え、平和のうちに眠りながら昇天した。彼は西ウェールズに埋葬された。記念礼拝は4月6日、ウェストミンスターチャペルで持たれ、多くの人が参加した。ロイド・ジョンズに関しては、多くの出版物があるが、イアン・マーレーの電気がよく知られる。ロイド・ジョンズは、今日のキリスト教会の多くの教派で、支持されている。精霊派との交わりについて議論があるが、 精霊派の指導者の多くが彼に敬意を払う。彼は精霊による会心、神聖とは別の体験として精霊のバプテスマを教えていた。そして特に晩年、精霊を求めるように促したのである。1976年に出版されたエペソ書公開6時10分 -13 でこう語った。あなたはこの日を知っているか知らないなら神に告白しなさい。悔い改めて、 精霊を送ってくださるように神に求め、主の愛に溶かされ、動かされ、神の愛に満たされ、神の愛を知り、神の子供として喜び、来るべき栄光の望みを期待しなさい。ご霊を消してはならない。精霊に満たされなさい。主イエスにあって、喜びなさい。ロイド・ジョンズの強調は、クリスチャンは、精霊のバプテスマを必要としており、これはクリスチャンに圧倒的な神の愛の確信を与え、 それによって神を信じない世に対する、主の証人としての力を与えるというものである。イエス・キリストによる聖霊のバプテスマを、聖霊による、神聖、聖火とは区別している。またロイド・ジョンズは聖書に根拠がないとして、ウォーフィールドラの終演説に反対した。彼は、誠の神とキリスト教に敵対するように耳を傾けさせるために、ペンテコステの日に表された神の力ある見技を、 説教者が必要していると宣言し続けた。小山礼二牧師は、福音派と精霊派の間にある誤解を解くための重要な本として、ロイド・ジョンズのハエに満ちた喜びをあげている。日本の福音派からも、ロイド・ジョンズが教えた精霊のバプテスマを支持する信徒が出てきている。精霊論教会論、説教論審議論伝道説教ローマ諸行。 解説教エペソ書公開説協賛上の説教公開紙編、バク区画期公開進行小山玲二著、クリスチャンの若いと一時引き編み出版 P57、旧約聖書から福音を語る ISBN 9朝7842億6402万6129、命の言葉2008年9月号、英語圏では、ローマ書公開が有名だが、 日本では2008年から翻訳の出版が始まり、2010年時点で3冊、翻訳されている。ABCA パッションフォークリスト、イグゾアルティングパワー、バイジョン・パイパー、プレゼンテッド・ジャニアリー30、1991、アット・ザ・1991、ベツレヘム・コンファレンス4、パスターズ・バイチ・テサロニ、ケ・5時19分、ザ・クリスチャン・ウォーフェア、P275、ザ・リビング・ゴット、 サーモンデリバードインジューン1971パブリッシュドインザイ・イヴァンジェリックル・マガジン・オブ・ウェールズエプリル1981エディターエスノート・カンファームズ・レギュラー・アテンデンス・アット・ミニスターズカンファレンシーズ小山・レイジ・チョクリスチャンの若いトイッチ P57 今も生きておられる神 P263 失望しないでも止め続けるべき神の祝福富岡真奈美著ヨベル2018 ありがとうございます。